どこでもアンリラート。ワンクリアするまで聞くな。ボイスドラマ。昼夜の区別がつかない異世界へ迷い込んでしまった女子高生リン。彼女は必死に異世界の言語ユリアーモを覚えようと頑張り、少しは話せるようにはなったものの、なかなか自分の意思を伝えられず、いつもお世話役である年下の少女ルカに翻弄されてばかりなのかしら。私が介入するのも野暮だとは思うけど、ちょっとあの部屋のこともあるし、どうしよう。まさかまさかのことのハームリラートボイスドラマ第2弾、どこでもアンリラート。若さが武器な17歳と14歳の女の子同士が織りなす、ちょっと人様にはお目にかけられない危険な物語。だから覗き見るのは禁止です。でも耳をそば立てるだけなら許されるかも。今回はレフリー役としてウェイ・アルバーロも参戦。どんなアンリラートが繰り広げられるかは聞いてみてのお楽しみ。ただし、ことのハムリラートの本編をクリアしてない人は絶対に聞いたらダメよ。ねえねえルカ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。キーヨン、あの部屋ってさ、ずっと鍵がかかっているじゃない？あれ、伝わってないか。その部屋、ティーチャンブロ、チアム、いつも鍵がかかっている。鍵が、シロシロって、かけるってなんだ？知らない表現だ。別の言い方は、そうだ！ドアを閉めたままなのって聞けばいいのか。動詞の閉めることがフェルミで、閉ざされただとフェルミータかな。キアラポルドデラチャンブロエスタスチアムフェルミータ？今の質問間違ってたかな。ネニューウーザス、誰も使わないから。イエス。じゃあ空き部屋ってこと？空き部屋、空白の部屋、ブランカリリオ。ブランカリリオ？違う、それはあのエロい雑誌のタイトル。思わず口走っただけだから。エロい？口走った？